赤星せよ赤星よしよし TV! はいです、はい、よろしくお願いします、うん、さあ、今回群馬県まで行っちゃいましたよ群馬県か高崎市です、はい、大物ではなく大蛇と読みます。大蛇さん、自家製ラーメン大蛇さん、うん、ね、高崎問屋町駅という場所からね、まあ、15分ぐらい歩くんだけども、うん、これはね、共同駐車場とお店の前に5、6台、まあ、あの車止めるとかあるんですか、めっちゃ広いもん、広いです、で大蛇さんといえばですね、うん、群馬県でも特に人気のお店でして、うん、まあ、ずっと平均15人を並んでたという、ちょっと暗くて分かんないな、ちょい暗ですけど、すいません、カメラの質の問題ですね、うん、基本メニューはラーメン、なんとですね、うん、油そばと汁なしがあるんですよ。いいね、これ使い分けてくださいね、これね、まあ、ラーメンを僕は今回選択して、で、こちらにあの大盛り券を、うん、まあ、チョイスしているという内容で、どんなものが来るんですかね、こちらです、ラーメン800円、大盛りで900円ということで、うん、全部マシマシにしております。ね、うん、豚増しとかしてませんが、この大きさのものが2個入る、人によっては1枚でいいですと言ってる人もいました。ない、あの、多すぎるんでね。で、ホールにですね、ニンニク入りますかじゃなくて、トッピングかわいいな、独特な、何お伺いがあるんで、聞き逃したファンキーだね、ファンキーです、はい、ね、愛され店主さんの、愛され店主さん、愛され店主さんですね。一口ではですね、まあ、到底食べきれないデカさの豚、うん、結構なギュチ豚です、うん、ね、久々に出てきました、ギュチ豚ね。そしてどんどん食っていきましょう。湯気すごいね。湯気すごいです。はい。まあ、これややくたなんだけども、うん、あの、辛めコールでね、ですね、うん、しっかり上からたくさんかけてくれるんで、まあ、それもいいんですけども、はいはい、まあ、野菜そのものも、あの、甘くて美味しいよという。なるほど。良き野菜でございます。うん、ね。さあ、続いていきます。油ですが、うん、ちょっと色ついてますよね、うん、これね。通常油と味付け油、これ2個ありましたんで、先ほどの薄味野菜との組み合わせ、素晴らしいです。なるほど。ね。まあ、デカ豚のね、こう陰に隠れがちなんですけど、うん、前回の野菜商品には欠かせないんで、これ油なんてね、そう、ボールは僕は必須にした方がいい、うん、今回は特に麺を見てほしい、麺か、麺を見てほしい、1分以上ありますよ今回、麺だけで、あ、そう、天違いしても2回しちゃう、あ、もう量もね、大だし、衝撃的な、ゆっくりと引き出して、うん、見てください、この湯気もねボッソボソの食感なんですよ、これ、これね、ボッソボソってちょっと表現悪い、いや、表現悪く聞こえるじゃないですか、うん、これがマジでうまいんです、あ、そう、ボッソボソとボッソボソなんですよ、あの、これまで食べた、うん、どの二郎や二郎系ともね、全然違う味わいなの、うん、水分が全然ないような食感なのよ、本当に、うん、あえて、うん、藤丸ってね、すごいでかくて、うん、ボソボソしてるような、あの、うん、で人気ですけども、それよりもあの、こう水分がない感じなん、水分な、はい、ほんと麺、麺ですよ、ツルツル、小麦ゼロですね、はい、その通りです、小麦です、なるほど、小麦感がまあ強いという、なるほどね、そういうことですね、そういうことです、スープにね、絡めずにもう麺だけいってもそのままうまいんで、ぜひともこれを堪能していきたい、さすが自家製ラーメンのお店なんでね、はい、でスープは、乳化系、まあ、豚の方とか高いですよ、箸食ったぜ今ちょっと引っかかっちゃいましたけど、個性派スープで、ございますね、個性派スープ、さあ、そしてニンニクも端の方にいました、この量です、ニンニクも結構多いね、スープがちょっと少なめだったんでね、あの、最初の方に汁に溶け出さずに最後の方までこう待っていくね、あ、なるほど、ニンニクも、そう、粒が大きめね、辛めあるんで、強力な麺をさらに引き立ててくれる、こう優秀ニンニクです優秀ニンニク優秀ニンニク、ね、クラスがあったらすごい上の方だね、うん、ニンニククラスがあったら、ニンニククラス、ニンニククラスだったら特進、そしてこのデカコップ見てくださいでかいな、どんどん特徴的なものがデキャントだ、利根川系のね、あの川から引いてきたお水なんで、久々にあの大ジャニーズの情報を言っちゃいました、あ、あんなこと言っちゃったので、ね、返しレベルのしょっぱ度は4です、4か、ちょい辛めね、ただ普通にね、しょっぱくて美味しい返しだけども、うん、もうなんせ麺が美味しいから、こんなん入れなくてももういい、もう麺が美味しいですね、麺が美味しいから、とにかく味変なんてしなくてもいいかも、本当に、そしてゴリゴリの白胡椒、味変なんてしなくてもいいと言ってる途中でも言っちゃってますけど、黒胡椒もありますね、ダブル胡椒ね、まあでもね、胡椒に関して言えば、うん、豚にまぶしたりね、うん、途中で白胡椒を麺にまぶしたりして食べても、うん、まあまあまあ、それはそれで、うん、文字通りスパイス、スパイスいいでしょうね、スパイス、さあそしてファイナル豚、どうやって食べるか、あら、こちら酢豚ですね、酢豚とまた料理になっちゃうんですよ、あの、お酢のね、入れてちょっとまずいな、食べても美味しいですよ、
ということで、ガツオさんでしたね。はい、あっちゅう間に食っちゃいましたけども、美味しさ伝わったかな。まあちょっとテンションで伝わりましたね。伝わりました。マシマシレベルは91.0。90でいいじゃん。89.9。いや90ではなかった。90ではなかったんですよね。でも89というよりは90に近いですね。嬉しいな。大蛇さんね、いやーありがたい。油そばとね、汁なしの違いみたいなのを試しにね、今年もう一回行ってもいいかなと思って。はい、ただね、群馬県赤城という有名店もあるんですよ。赤城という有名店もあるんでね、どっち行こうか、まあ、2店連続で行っちゃうかもしれないはい、まあ、今年群馬県まだまだ暑いんで行きますんで、なるほど、よろしくお願いします。いいっす、ご参です。いいっすThank you.